からさして離れていない新興住宅地が僕の住んでいる町。僕の通っている小学校はその真ん中にある。僕の教室、僕のクラス5年 B 組には僕の他にユータが3人いる。長谷川ユータ、すげえ頑張り屋で勉強ができてテストなんか真っ先にできちゃう。だからみんなユータじゃなくてできたと呼んでいる。次が川原ユータ、すばしこくて調子がいい。みんなにチョロターと呼ばれて先生にも結構可愛がられているんだよな。その次がユータモンゴメリー高橋、見た通りのハーサムでスポーツ万能。教室中の女の子は彼のことばかり見ているんだよな。だからモテたモンゴメリー高橋。最後がこの僕で、大井ユータ。みんなして僕のことはボケたと呼んでいる。どうしてなんて聞かないでくれよ。僕っていつもどうしてかなって考える癖があって、考えているとみんなにボケてるなって言われちゃうんだよな。担任の椎名真由美先生、学校で一番の美人の先生だと僕は思う。だって僕は椎名先生が大好きだからだ。おはよう。ところが先生は、ゆうたくんって一生懸命練習してるのにちっとも泳げるようにならなくて、みんなが泳げるのに自分だけ泳げないのはどうしてかなって考えてるうちに、みんなと一斉にプールに飛び込んで、どうして前へ進まずに自分だけ沈んでしまうのかなって考えてるうちに、水をたらふく飲んじゃって溺れて死んじゃって、それでもまだどうして死んじゃったのかなって考えてるに違いないねって言うんだよ。どうしてかな。だから夏休みです。夏休み中によく事故が起きます。一人一人よく注意をして、9月の新学期が始まる日には元気な顔を見せてくれること。それでは通信簿を配ります。待ちに待って夏休み、椎名先生に会えなくなるのは寂しいけど、この夏休みに僕田舎へ行ってへんてこなアルバイトをすることになったんだよな。昨日の夜だった。僕は寝る前にコーラをいっぱい飲んだので、おしっこがしたくなって目が覚めた。お前のことじゃない。だって今ボケたボケたって。何なのママ。え、そうだ、ここは一つユータに手貸してもらおうじゃないか。尾道へ。尾道、あ、そうよね、それがいいわ。おじいちゃん最近ちょっとボケてきたから、ユータを見張りにつけますなんて言ったらまた角が立つでしょ。だからね、せっかくの夏休みですので、ゆうたをそちらに預けますから、おじいちゃん鍛えてやってくださいってあなたが言ってよ、やっぱり。そしたらおじいちゃんだって悪い気がしないんじゃないかしらね。そうよ、そうしましょうね。うん、それがいい、そうしよう。ゆうた、半分よ、コーラ。ねえ、ちょっと、そうしましょうってどういうこと。そうしましょうってことは、そうしましょうってことに。我が家ではのんびりしててぼーっとしてられんのはユータしかいないわけよ。言われてみると確かにその通り。パパもママも働いているし、姉ちゃんのエリカはこの夏休み必死で受験勉強の追い込みをしなくちゃ目指す大学へ行けないって言ってた。だからユータが夏休みの間おじいちゃんとこ行ってて、おじいちゃんが変なことしないように見張っててほしいというわけなの。へー、
あのおじいちゃんが変なことをするわけ？うん、まあな。おじいちゃんというのはパパのお父さん、大井健四郎という名前で、尾道の高校の校長先生だった。うちじゃみんなして気楽におじいちゃんなんて言っちゃってるけど、本当はおじい様と呼ばなくちゃいけないと思うくらいの立派なおじいちゃんなんだよな。パパだってママだっておじいちゃんの前へ行くとビビっちゃって何にも言えなくなっちゃうんだから。それにおじいちゃんはママのことが好きじゃないらしく、ママとはろくに話もしない。どうしてなのって前に質問したことがある。ママは何にも答えてはくれなかったけれども、代わりにお姉ちゃんが教えてくれた。パパとママの恋愛結婚が原因なんだって。恋愛？そう、おまけにできちゃった結婚。できちゃった？私が。だからおじいちゃん私のことも嫌いなの。そのおじいちゃんが変なことをするって言うんだ。おばあちゃんの電話だといきなりよその家に上がり込んで。仏さんのお供え物なんかパクパク食べちゃったんだって。一昨日なんかどっかの家のお葬式に行って。それじゃあ皆さん、元気にラジオ手合わせをいたしましょう。連続一気合の運動、手を越し、よーい、始め。5、1、2、3、4、5、6、1、8、2、2、3、4、5。何をしよるか、ちゃんとやれ。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7。首を前後、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7。左右に、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4。本当かな。だからお前が行ってずっとおじいちゃんのそばについていて確かめてもらいたいんだよ。本当のこと言って、僕だっておじいちゃんは苦手なんだ。でも悪いけど、あのおっかないような立派なおじいちゃんがボケたらどうなっちゃうのか、ちょっと面白いみたいな気になった。校長先生、どうしちゃったん？葬式ですよ。ブレマの。そんな僕にママが追い打ちをかけた。そりゃあユータ、あんただってせっかくの夏休みをおじいちゃんに付き合うんだから、その分はちゃんとアルバイト料ぐらい払ってあげるわよ。決まりだね、これで尾道行き。あんたも前から欲しがっていた世界恐竜大図鑑が買えるしさ、私もそりゃあ静かに勉強できるってわけ。そんな成り行きで僕は今新幹線に乗っている。どうしてかな、なんてことはもう走り出しているんだから考えるのはやめよう。ただ僕がどうしてこんな顔をしているのかということを説明すると、そうでなくてもあんたはいつもぼーっとしてて不愛想なんだから、おじいちゃんとこ行ったらもっとニコニコしてなきゃダメよ。うん、例えば。うん、違う違う、こうだよ。こうだってば。一つ手前の福山駅に降りたら、おばあちゃんが待っていた。
ゆうた、よう来たね。待っとったんよ。さあ、行こう行こう。あれ、こっちこっち。新幹線は新尾道の駅にも止まるんじゃけど、おじいちゃんがどうしても福山から在来線に乗り換え言うてじゃけ、海沿いに汽車で来りゃわしが空飛んで途中まで迎えに行ってやるけ言うて聞いてないんじゃけ。空を飛んで？ああ、おまけにね、今朝もあんたを迎えに玄関に出て行こう思うたら、おめあがわしを信じさえしたら一緒に空飛べるのにの言うてんよ。一緒に空を飛べる？ああ、それもひど真面目な顔して言うんじゃけ、困るよね。どうやって空を飛ぶのかな。ツバメみたいにスイスイ飛ぶんじゃと。へー、ツバメみたいにか。僕はもしツバメのように空を飛べたらどんなにいいだろうなと思って窓の外を眺めた。何かがさっと横切った。ツバメにしちゃでかいなと思った。ゆうたまでボケてしもうたかと思ってびっくりしたがね。あんまりびっくりさせんといてね。それでのう、ゆうた、おじいちゃんはあんたを夏休み中預かって勉強を見てやったり海へ泳ぎに連れて行く言うて張り切っとるんよ。やけえあんたもそのつもりではいはい言うて絶対逆らうんじゃないよ。うん、分かってるよ。こっちじゃ。それからのあんまり用心不向じろじろ見んこと。おじいちゃんは私のこともおめあわしのことをボケじいじゃ思うてじろじろ見とるんじゃろ。わしのどこがボケじいか言うてみ言うてじまるんじゃ。おめあがなんかわけのわからん本なんか読んで。わしゃこの壁を通り抜けるけえな。ほんまに大ボケなんじゃっけ。はよき、はよはよ。まあ、ゆうたの前ならいつものようにおじいちゃんシャンとしとると思うけん、まあなるべくおじいちゃんのそばから離れんようについとってほしいよ。うん、分かった。ついたで。じゃろ、尾道じゃ。ゆうたは何年ぶりかの。6年ぶりです。ごめんくださいませ。上がんなさい。
じいちゃんはあそこにおってよ。木に仏さん拝めなさい。何万ダブ何万ダブ。こんにちは、お世話になります。うん、通信簿を見せ。あ、気が利いたの。ママが持たせたんだよ。おじいちゃんが見せろって言うに決まってるから。あ、何やっとるんじゃ。おじいちゃんはたった今僕の通信簿をくずかごしてた。何を言うるんじゃ。わしがいつそうなボケやったか言うてみ。 いつってたった今。そうなこと言うおるけ。学校でボケたちゃことのあだ名つけられるんじゃ。おじいちゃんは僕の学校でのあだ名まで知ってる。あれ、おじいちゃん、手品マジックをやったね。わしはそうなペテンクシャーことはせん。おめえの思い違いじゃ。いらんこと言うな。はい、スイカ。よう冷えとるよ。喉が渇いたの。おい、バザイ。お前邪魔じゃけ。あっち行け。嫌なババアじゃ。あいつはわしがボケて何か変なことをしやせんかと待っとるんじゃ。何か変なことをしたら笑うてやろう言うて待ち構えとるんじゃ。ついこにゃあでもわしが知らんげえ上がり込んで仏さんのお供え物を食うとった言うんじゃ。それだけじゃにゃあぞ。わしがどっかの葬式でラジオ体操の号令を書きようた言うんじゃ。どうじゃ言うた。はい。このわしがええか、この大井健四郎ともあろうものが泥棒猫みたい人様の家の仏さんのお供え物をパクパク食うと思うか。こういうの
なんとも返事のしようのない顔というのだろう。ユータの大事な通信簿、客車に丸めてゴミ箱に捨てたかどうか言ってみ。そんなことしなかったよ。そうじゃろう、ただしたように見えただけじゃったろう。うん、人には見間違いとか思い違いいうもんがある。何事によらず本当のことを知ってるのは本人だけなんじゃ。ええか、軽々しゅう人の言うことを信用しちゃならんぞ。はい。じゃあやっぱりおじいちゃんはあの時ツバメみたいに空を飛んでいたんだね。言うたよ、おめえというやつはほんまにボケたじゃの。は？お年生にもなって人間と鳥の区別もつかんのか。ほ？ほわじゃなかろう。どうしてこの羽もにゃおしは空飛べるんじゃ。どうしてかな。そうじゃろ、そんなことはわしにもわからんよ。そのくせおじいちゃんがボケたから見張りに行ってこいとかなんとかうめえことを言われて、わしを見張りに来たつもりじゃろ。はい。それにババアにおじいちゃんは雄太を夏休み中預かって勉強を見てやったり海へ泳ぎに連れて行くんじゃ言うて張り切っとるじゃことの言われて、おじゃその通りじゃろ。冷やじゃと、もっとマシな返事はできんのか。いやさ、よくテレビの時代劇なんかで何もかもお見通しっていうのはこういうことを言うのかなと思って。言うたよ、よう考えてみ。夏休み中おめは邪魔なんじゃ。はあ、もしかしてそうじゃないかと思ったこともあったけど。遅いんじゃ、むやみに人を信用しちゃいかん。うん、よかった。僕おじいちゃんがボケたって聞いて心配したんだ。今はどうじゃ。おじいちゃんのことを信じるよ。おばあちゃんだっておじいちゃんのことを信じたら一緒に空を飛べたのにね。あのクソババアいらん子供で言うてからに。ユタ、もうその話は忘れ。ええか、あとでメダカやら道場救いに連れてってやるけの。夢の巻きに憧れよ海空へ、眠れ愛しよよ、眠れ今さよ。おじいちゃんがどう言うちゃっても動かん証拠いうもんがあるんよね。動かん証拠？そのお葬式の様子ビデオに撮った人がおってね、私はそれを見せられたんよ。本当だ。おうよ、恥ずかしかったで。どう見てもうちのおじいちゃんなんじゃもの。それもあんたドアップで。僕はどっちの話を信じていいのかわからなくなってしまった。着替えはこんなかね。着替えなしゃ。お供え物の話もの、いきなり仏様の白玉団子をパクパク食べといて、こんなまずいものを食わせるとは何事じゃ。もっとマシなものはないんか。尾道から今治へ向かう
島並海道の最初の橋は新尾道を走る。ああ、気に入らん気に入らん。その家の人が慌てて電話してきてくれたんよ。それでおじいちゃんは何か言ったわけ？そん時ちらーっとホラタコのタキチとかいう人に呼ばれたようだけどね。ホラタコ？そうよね。そんな変な名前の人なんかこの辺にはおりゃあせんのにね。それで勉強教えてやる言うて呼んじゃった。勉強の話はしなかったけど、後でメダカタの土壌を救いに連れてってやるって。何を言うてんじゃろう。そんなもんこの頃はおるわけやにゃあのにの。じゃあいないの、土壌もメダカも？そりゃあ昔はの、あんたのパパが幼稚園へ行っとった頃なら一匹おった。パパはおじいちゃんに連れられて向かい島までようメダカすくいに行っとったんよ。おじいちゃんはユータをマサフミと間違うとるんかの。僕とパパを？僕はママになんだけど。子供はみんな同じじゃ。ユータ、来い来い。さて、土壌を救いに行くか。おばあちゃんに断らなくてもいいの？まさにはな、言うてもわからんところへ行くんじゃが、断るだけ無駄じゃ。でも、ねえねえ、網やバケツなんかは？あ？そんなもんはいらん。どう言うた？メダカやドジョウを網やバケツに入れて持って帰ってどうするんじゃ。どうするって、メダカの佃煮作るんか、ドジョウ鍋して食うんか。そんなことはしないよ、ただ見てるだけ。見てどうする。ずっと見てる。うん、しまいにゃどうなる。死んじゃうかな。そうじゃろ。じゃから救うたり捕まえたりして遊んだら、遊んでくれてどうもありがとう言ってお引き取り願うんじゃ。それは持って帰らないで逃がしちゃうってこと？そういうことじゃ。それが嫌ならやめとこう。僕嫌だなんて言っちゃいないよ。ああそうじゃろ、そうじゃろ。ほら、身に澄ましてみ。セミの声はするし、川の流れの音がするじゃろ。あのピーコピーコ言うとるのは、川セミ言うとりじゃ。でもでもおじいちゃん、ここは確かに川のように細いけど、これは海なんでしょ？夢の巻き巻きに憧れよ。僕はこの時やっぱり本当はおじいちゃんはボケているんじゃないかと心配になった。おじいちゃんおじいちゃん、どうするの？泳ぐんじゃ。泳ぐったって僕が捕まえたいのはタイやヒラメなんかじゃないんだよ。向こうの島へ渡るんじゃ。向かい島へ行くとの、そりゃあ綺麗な緑の畑があって小川が流れとる。メダカやドジョウがいっぱいおる。そうじゃ、コイも泳いでるぞ。コイはいいよ。それに向こうの島へ渡るんだったら、ほらあそこにフェリーがあるよ。ふん、見え、車が山ほど乗っとる。あんなもんは船じゃにゃ。じゃあじゃあおじいちゃん、向こうに橋があるよ。あの橋を渡っていこうよ。橋などどこにある。それにの、横着言うちゃいかん。ユタ、
海とはの泳いで渡るもんじゃ。そのまま沈んじゃうよ。なんじゃと？沈んでそのまま死んじゃうよ、僕。ああ、あっとれ。呆れたもんじゃ。海で泳げにゃ子供がおるとはの。ごめんなさい。まあ仕方がにゃ。じゃあ奥の手を使うとするか。奥の手？目つぶれ。え？それからわしがええぞと言うまで息を止めるんじゃ。まさかそうやって僕を海へ突き落とすんじゃないだろうね。まあ似たようなもんじゃ。そうやって海を渡るんじゃ。渡る？ええか。わしがええというミャーに目開けたり息を吸うたりしたら体がぺちゃんこになってどっかに挟まって一生出られんようになって一巻の終わりじゃぞ。そんな脅かさないでよ。脅かしやりゃ昔からそうようにしてよう子供が消えたもんじゃ。昔の人はそれを神隠し言うた。まあ、罰が当たったんじゃの。罰？どうじゃ、やるのかやらんのか。やるよ、やるやる。よし、じゃあ、わしの手握れ。目つぶれ、息を止め。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら夢の中。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら約束。体がふわっと軽くなったので、ひょっとしたら空を飛んでるのかなと思った。けれども、べしゃんこになったりしたら大変だから、じっと目をつぶっていた。やがて、ええぞ！と、おじいちゃんの声がして、僕は緑の中にいた。ねえねえおじいちゃん、この川にメダカやドジョウはいるの？ああ、船も泳いだるぞ。じゃがユータ、わしがええまで誰とも口を聞くんじゃにゃぞ。え？なるべくならこのわしにも声かけるな。夢の巻き巻きに憧れよ見空へ。こんにちは。おあつぐダンス。ユータ、やたらと口を聞くなユータじゃろ。でもどこ行くの？こっちじゃ。様？こにゃだわ。どうして帰ってしもうたんじゃ。僕はあの白玉団子は気に入らんなんかの。ああ気に入らん気に入らん。小池様、
口、ケンシロウはあの白玉団子を食うたばっかりに、よその仏さんの供え物を食うた言うてバカにされたんど。嫌じゃなかろう。出すならもう少しマシなもん出せ。バカに申した、バカに申した。今な、ホラタコの滝地じゃ。ホラタコ？この村の漁師の子じゃ。お宮が大きな声出すけ、見つかってしもうた。ユータをわしと間違うたようじゃの。おじいちゃんと僕を？子供の頃のわしとじゃ。へえ。じゃが、あいつの言うことなんか信用しちゃいかん。どう言うても大嵐の夜、海辺で大凧と決闘したんだろうと、ホラを吹くやつじゃからの。大凧と？その夜も滝茶浜を歩いて、何しろ浜じゃやつは手足を食べるの。ところが突然、身の丈ほどもある大凧が目の前に現れた。我こそが浜の手足をちゃと威嚇しよう。そこで滝茶は尻眼に組まれた棒切れを振り上げて、ターコの脳天に一撃をくれようとした。その時、ターコは必殺技の真っ黒な墨を口から吐き出して、滝茶の顔にぶっかけたという。へでもひるまず、ターコの脳天をこれでもかこれでもか言うて殴りつけたら、さすがのターコはかなわん言うて、資本の足で懸命に海へ逃げていったようだ。じゃが、誰一人言うて、タキチのその話を信じる者はおらなんだ。いないの？誰も？面白い話なのに。ホラ話よ。じゃけタキチは、ホラタコのタキチ言うて呼ばれとる。ホラタコのタキチ。それでそのホラタコさんはどこに住んでいるの？もう死んだ。ホラタコのタキチはある晩小舟で漁に出て、それっきり浜へは戻ってこなんだ。そりゃあの、そのターコに復讐されて海の底に加え込まれてしもうたんじゃろう言うて、浜のみんなが噂した。どうした？男と決闘した話は信じられなくて、大凧に加え込まれた話は信じられたわけ？どうしてかな。ん？まあ、ユタ、こっち来い。ここじゃ。ああ、船やメダカや土壌が行っちゃおるぞ。鯉もいるんだよね。おるわ。おじいちゃん。ユタ、早く来い。昔はの、犬じゃろうが猫じゃろうが鯉じゃろうが、年を食うたもな、みんな子供とおしゃべりしたもんじゃ。そんな、ほんまにこの頃の子供は夢がないけの。おめえ鯉と話をしてみたい思ったことはないんかね。今口聞いたかどうか鯉に聞いてみ。
僕はいくらなんでも保育園や幼稚園の子みたいに大真面目で声に向かって「小石さん小石さん今あんた口を聞いたかい?」なんて尋ねてみる気にもなれなかった。あっ!コイが歌うなんてとても信じられないかもしれないけど本当に歌っていったんだ。おじいちゃん、マサオミ、親が自分で言い出したんじゃけ、逃げ出さずにちゃんと号令をかけにゃ、けんちゃうにゃか。マサフミ？マサフミというのは僕のパパの名前だ。今度はこいつは僕のことをパパと思い違いしている。みんな待っとるぞ。おじいちゃん、まあ、宮のお父さんに言うて弁償してもらうけど、あのケーターラジオは先生の結婚祝いにみんなが高い金を出しようってプレゼントしてくれたもんじゃのに、それを勝手にじくり回して壊したんじゃけ、責任を取ってもらうにゃの。さけ、こっちじゃ。連続一夜の運動手を伏せ。よう、始め。おじいちゃんは号令をかけるばかりでなかなかええぞとは言ってくれない。僕は息を止めたまま呪文を唱え続けたので苦しくてもう死ぬんじゃないかと思った。そのうち体がふわっと軽くなり気が遠くなってしまった。ゆうた、ゆうた、ありゃありゃ、こんなとこで昼寝なんかしようたらやぶかに刺されてデコボコになってしまうじゃろうが。ん、ああよかったどうしたんね、足をびっしょりかいとるじゃねえの。なんか悪い夢でも見たんね。ねえ、おじいちゃんは帰ってきた？帰ってきた。おじいちゃんはどっか行っとったん？いや、ちょっとそんな気がしただけ。おじいちゃんならな、奥の部屋におってあんた見たようにぺしゃんこになって昼寝しおるよえ、奥の部屋で？うん、昼寝。うん、あ、その間にあんた先に風呂に入んなしゃ。そうな汗くしゃえもんをいつまでも着とったらくそうなるよ。着替えや風呂場へ出しといたけ。
すみやんせんね。で、そのホラタコの竹地さんのことじゃけど、あれからなんかわかりやんしたか。ホラタコの竹地は海でタコに加え込まれて死んだよ。あ、すみやんせん。そのホラタコさんはタコに加え込まれて死んだよって。へ、今目の前におる孫がそう。どこで聞いてきたもんやら。じゃごめんくだしゃ。ゆうた、そうな変な話を言ってや誰から聞いたんねん。ゆうたは寝ぼけてるんじゃろ。ほいじゃあ、私の部屋で勉強でもするか。うん、でもこらタコの抱きしめが。寝ぼけているのはおじいちゃんの方だろうと僕は思った。あ、ん、オニヤンマじゃ。じゃの、子供の頃はどうして兄夢中になって鬼山など追いかけたんじゃろう。雄太はあの鬼山捕まえたいと思わんのか。思わないよ。だってトンボは悪い虫なんかを取って食うって習ったもの。そうか、そんなもんか。じゃけどこの辺は昔はホタルがいっぱいおったし、なんと言うても人気の王者は玉虫じゃったの。おじいちゃんはやっぱり少し変だ。ねえねえおじいちゃん、玉虫？玉虫って何？それがどうかしたの？それがどうして人気の王者なの？いや、そのなんじゃ、玉虫の美しさ言うたらとてもこのようなものとは思えなんだの。そりゃもううっとり心が吸い込まれるほど綺麗な緑色での、玉虫が弥勒様の小指の上で光るとまるで緑の宝石の指輪のようじゃった。そしてそれきり、おじいちゃんはもう何を聞いても黙って答えてはくれなかった。そしてそのうち、あの変な歌を歌いながら眠ってしまった。夢の巻巻に憧れを見そらえ、いっぱいあった一日だったが、それについては僕は別段どうしたかなとは考えなかった。おじいちゃんを信じていた方がなんだか面白い夏休みが過ごせそうだったからだ。それから何日か経った。どうした、そうな格好でうろうろして。おじいちゃんはまた寝ちゃったよ。グースかいびきかいて、後で海へ連れてってやるからなって言ってたのに。ぼけてくるとよう寝るゆうけね。
ねえ、おじいちゃんとおばあちゃん恋愛結婚？何よる、お見合いに決まっとるがの。お見合い？おばあちゃんの子らおじいちゃんと結婚して一月も二月も経ってからようよ、ああ私の婿殿はこんなお顔をしてござるのかと知ったもんよ。へえ、それでどうやって好きになったの？好きじゃとか嫌いやとか考えたこともなかったの。それともパパができちゃったの？あ、変な子じゃねえこの子。へえ、ならおばあちゃんと一緒に潮干狩りに行こう。あんたまでおじいちゃんみたいにボケてしもうたら大変じゃ。ほうじゃ、この帽子かぶっていきなしゃ。そこ気ぃつけて。おばあちゃん。ん？なんな？おじいちゃんのメガネ。ああ、ありゃね、ありゃガラス玉じゃ。ガラス玉？ああ、何年も前からメガネが合わん合わん言うて、それで眼科の先生がガラス玉をはめちゃったら、おお、こりゃよう見えるじゃと。もうほんまはおじいちゃん何も見えんのと違うんじゃろうかの。それでおじいちゃんはあの橋もないっていうの？おじいちゃんは昔の人じゃけ橋も新幹線も信じとらんのよ。このフェリーもこんなものは船じゃにゃって言ったよ。おのみちゃんどんどん変わっていくけ、まおじいちゃんはボケちゃって帰って幸せじゃったかもしれんの。これから島の反対側まで行くんよ。昔はの、私らはこの道を一里も二里も歩いて海へ行ったもんよ。ずっと歩いて？そうよ。おじいちゃんも歩いたり泳いだりするのが好きだね。体だけは元気で、かえって心配ないよ。パパがメダカや土壌を取った小川はこの近く？どこじゃったかね。この辺りの景色も変わってしもうて、どこがどこやらようわからんようになってしもうた。おにゃーだわ、お忙しいのにいろいろ調べてもろって。何をせますやら、大してお役に立てませんで。でもご心配ですわね、旦那様。いいえ、ありがとう。いいえ、いいえ。夢の巻きに憧れよ、みそら。お？お？うん？ママ、日記が壊れてしまった。何？もう何も新しい水着買ってやってもすぐに小さくなってしまうんですけど。じゃあここでお弁当使わせてもらいましょうか。お腹空いたでしょう。みかりさんもゆうたも。うん。あ、白玉。白玉、あんたそうなもんが食べたい。江戸古風なもんが好きなんじゃね。じいちゃんみたいじゃね。はい、じゃあいただきましょう。どうぞ。すいません、はい、氷白玉。うん、はい、ゴールコーヒー。ごゆるりとどうぞ。ありがとう。
そういや、例のトラタコの宅基地。あら、なんかわかりましたか。そうよ、あれあのうちの年寄りがなんやら古い話を覚えとっての。あら、南ちゃん、まあまあ関心じゃねえ。アルバイト、まあ、ね、長慶寺さん、はい、あんたんとこの例の弥勒様、あの小指の取れた、あの弥勒様の右手を壊したんがおらたこの滝地いう名の子供じゃったそうじゃ。そりゃいつ頃の話ですけ。あのうちの年寄りが子供の頃じゃ言うんじゃけ、関東大震災の前の年に。阪神大震災じゃのうて。もっと昔の話じゃん。塀でそのほらたこの滝じゃ罰が当たったんじゃろうの。次の日あんた海に出たまんま、そのまんま無駄子に加え込まれて。へえ、こうでさ。あれあの、うん、魚谷いう大きな漁師のうちの子で、ありがとう。その子ら長慶寺さんに毎日取りたての魚をお届けに上がりょうたそうじゃがの。へえ、太吉が死んだ翌年、あんた魚谷が大火事になっての一家全滅じゃ。その子孫もへえ耐えた言うとら、弥勒様のたたりじゃ言うて。浜じゃそう噂され恐れられとったがの。僕はあんた関東に大震災があって、そんなこうでそのうち忘れてしもうたそうじゃ。年を取ると最近のことはすぐ忘れるけんとか、ずっと昔のことは口によう思い出してくるようじゃの。そうか。あ、みゃみかり、そんな悪いことしようたらあんたも罰が当たるんじゃっけ。あ、谷さんじゃ。ありがとう。どうして横に歩くのかな。あんた初めて見たんか、カニ。うん、生きてるのは。じゃあタマムシしとるか。見せて歩け、うちへ来い。ミカリ、あんたユータさんだって都合があるじゃろ。でも裸のまんまじゃ。ミカリだって裸じゃが。ママ先に帰っとる。座り。なるほど。ほれ、これがタマムシ。綺麗じゃろ。昔はこの羽を引っ張いで
タンスの中に入れとくと着物がいっぱい増える用途あんじゃと。なるほど。それはもううっとり。心が吸い込まれるほど綺麗な緑色で、とてもこの世のものとは思えないっていうのは本当なんだ。そんなこと誰が言うたん？おじいちゃん。汗臭。ごめん。もう一つ見せてもらいたいものがあるんだけどな。なんな？小指の取れた弥勒様。ああ、ヤクザの弥勒様ね。ヤクザの？ヘマしたヤクザは小指をちょん切るんじゃと。見せたる。こっち行き。こっちじゃ。ここ弥勒様。ほれ、小指がちょん切れとるじゃろ。だからヤクザの弥勒様か。壊れた右手は拾い上げてなんとか直したんじゃけどね、小指だけがどうしても見つからなんだんじゃそうな。へえ。玉虫が弥勒様の小指の上で光ると、まるで緑の宝石の指輪のようじゃった。もっと面白いとこ見せたろか。面白いとこ？行こう。行こうって？開かずの間。開かずの間？何なのそこ。昔死んだ人がね、今も住んどるとこじゃ。じゃあ入っちゃいけないんじゃ。入っちゃいけんけ、入ってみとうなるんじゃ。こっち行き。火つけ。はい。ねえ、誰か来ない？パパはどっかのお葬式、ママはゆうたくんのおばあちゃんとのおしゃべりで時間忘れとるよ。お墓が見えるぞ。ほんとだ。ここよ。この部屋に入ったらまずこれをかけるんよ。何これ？蓄音機。聞かしたる。今期？昔の CD じゃ。今でもちゃんと音が出るんだぞ。この部屋の主が好きだった歌じゃ。この部屋の主？この部屋にはな、タマムシさんが住んどったんじゃ。タマムシさん？本当はタマさん、ミカリの小さいおばあちゃん。小さいおばあちゃん？おばあちゃんの妹。今から70年以上も昔この部屋で暮らしとって、この部屋で死んだんじゃと。肺病じゃったけ、一生この部屋から出たことがなかったそうな。一生？11の年の夏に死んだそうな。短い一生じゃね。僕と同い年だね。そっか。この人、夏の間だけ今頃の時間になると、あそこから太陽の光が差し込んでくるんじゃ。その光が顔に当たってこんな風に消えちゃったんじゃろうね。変な歌じゃろ。でもミカリわりかし好きなんだこれ。あ、どうしたん？この歌僕聞いたことが。
おじいちゃんのあの歌だ。おじいちゃんも昔この部屋でこのチコンキを聞いたんだろうか。カナブンじゃ。どっから入ったんじゃろ。僕らも入ってきたもんね。バチが当たったんじゃないかな。ユタ。はい。ユタ。はい。ここへ入ったこと、ここで見たこと、誰にも言わないこと。ええね。はい。てかし。指切った。エッチ。バカ。まあまあ、何をおっしゃいます。いえいえ、ほんまにすみません。ねえおじいちゃん、このタコのタクシさんって本当はどんな子供だったの？あいつは年中わしの後ばついて歩いとった。それであの時もおじいちゃんの家来みたいにヘコヘコしていたんだね。他の兄弟とは母親が違う言うて、いじけたかわいそうなとこもあったの。おじいちゃんのことが好きだったのかもしれないね。しかしわしはどうしてもあいつが好きになれなんだ。じゃけあいつが大凧に加え込まれて死んだ言うて聞いたときゃほっとしたのを覚えとる。あれは一体どういうことじゃったのかの。ねえおじいちゃん。なんじゃ。長刑事行ってみない。長刑事？よた、おめはどうして長刑事行っとんじゃ。ああ、さてはババアが連れてったんじゃな。そうじゃないよ、僕はただタマムシを見せてもらいに。タマムシやと？ねえおじいちゃん、あそこへ行けばきっといろんなことがわかると思うんだ。ホラタコさんのことも、長刑事のミルク様の取れちゃった小指のことも。そんなことはお宮には何の関係もにゃ。そうか、関係ないのか。そんな関係のないことで怒られるのは嫌だから東京に帰ろうかな。僕、はじめはおじいちゃんはおっかない人で好きじゃなかった。でも本当は優しくて面白い人だと分かって好きになってきたのに。わしもおめえのことは好きじゃ。だったらどうして、うん、おじいちゃん、本当はたくさんなんかしたんじゃないの？いじめとか。そぎゃなことするわけやにゃ。またどなる。すまん。なんかおじいちゃんを隠しているね。わしは何も隠しとるやつよ。だったら忘れてるんだ。わしはまだボケちゃおらん。じゃあ忘れようとしてるんだ。忘れよう。どうしてじゃ。さあどうしてかな、うん、おじいちゃん、ねえまた行ってみようよ。長刑事、目をつぶって息を止めてさ。目つぶって息を止めるじゃと？そりゃあわしはもうすぐ死ぬじゃろうし、死ねば目もつぶるし息も止まる。骨になりゃ長刑事の墓に入らにゃなるみゃ。そうじゃなくてさ。夢の巻き巻きに憧れみそ。ねえ、行ってみようよ、長刑事。次の日、朝早く、僕がトイレから出てくると、おじいちゃんがニコニコしながら立っていた。
はよう、おじいちゃん。一緒に来てくれるな。長兄寺へ行く。わーい。でも後でそんなことは言った覚えはない。わしゃ知らんなんて言わん。言わんつもりじゃが忘れるかもしれん。それじゃダメかの。まあええか。じゃあこの間みたいにして行ってみようか。ええな。誰と会うても誰とも口を聞くな。でもどうして口を聞いちゃいけないの。本来王者は行けんところにおる人たちやからじゃ。それにのうっかり口を聞いてしまうとそいつが後からひっついてきて一生離れんようになってしまうかもしれん。分かったよ、おじいちゃんの言う通りにする。よし、じゃあ行こう。目つぶれ、息を止め、巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら夢の中。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら約束ね。僕はこっそり目を開けてみた。尾道の町がすぐ下にあった。隣のおじいちゃんの方を見ると、ええぞと声はしたが、おじいちゃんの姿は見えなかった。あの子は一体誰なんだろう。おじいちゃんだ。賢秀様の頼みだ。ここは落とするわけにはいきゃしません。長兄寺和尚さんにきつそう言われてるやんすけ。あの歌はもっと近くで聞きたいんじゃ。病気がうつりやんすで。病気なんか恐ろしゅうない。賢秀様も肺病で死にやんすで。たまちゃんの病気じゃったらずっと死んでも構わせんよ。賢秀様、病気を移されたいうて苦情を持ち込まれるこっちの身にもなってもらえちゃ。
たまちゃん逃げてきた。どうして？会いたかったけ。そうな、好きじゃけ。ほいじゃけど。ほいじゃけど。もう帰らにゃ。どうして？叱られるけ。かげろう。え？うちゃあかげろう。この夏が終わるとうちもかげろうと一緒に消えてしまう。嘘じゃ。ほんまよ。お医者さんがそう言っちゃったん。そうな。じゃけ。じゃけ。おねだりして。おねだり？僕に？叶えてくれるな。たまちゃんの言うことなら。裸になって。裸？うちもなるけ。うちの大切な思い出にしたいけ。見て、うちゃあここにおるよね。ちゃんと生きとるよね。たま、かげろうなんかじゃないよね。ああ、おたまちゃんはちゃんと生きとるよ。えかった。今日のこのことはケンシロウさんとうちだけの秘密。じゃけ誰にも話さん言うて約束して。約束してくれたらうちゃあもっと生きる。秋まで生きる。うん、約束じゃ。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら夢ん中。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら約束ね。嘘ついたら嘘ついたら巻き巻きも連れてくもの。糸糸切った指切った。あ、玉虫じゃん。あの時も誰かに見られたような気がしたが、ありゃユタちゃったのか。おじいちゃんここにいたの？ケンシロウ様！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 面白いもん見つけましたけ。お知らせしましょうと参じました。なんだ？タマムシ。タマムシ？ケンシロウ様、宮からタマムシ欲しがっとられた。それともタマムシはもう手に入らしたかの？いや、まだじゃ。おじいちゃんどこ？さあ、ヘジア参りやしょう。この棒の先に鳥持ちつけたけんしたけ。これでくっつけて捕まえりゃええんでさ。さ、本堂へ参りましょう。本堂。お嬢さんはおってにゃでさ。さ、こっちでございます。小指んとこ。ケンシロウ様、さあこの棒を使うて。ケンシロウ様、あっちから上がんなしゃ。階段上がんなしゃ。鳥持ち気ぃつけて。そうか、そうか、もうちょっと。そうか。
天使様、はよ誰かおるんか。お、ミロク様。逃げ上がったか。ケンシロウ様、礼に会うことにないしゃの。ケンシロウ様の仕業だと分かったらどうなるでしょう。長刑事の和尚さんがケンシロウ様の家に怒鳴り込んできます。あのご隠居様も怒ってケンシロウ様の手足をしまって畳の道具屋なんか入ってる蔵の中に閉じ込めるかも。もしかしたらご隠居様に木刀でお尻が真っ赤になるほどぶたれるかも。それとも応急でしょうきゃの。ご飯ももらえんでさ、学校へも行かしてもらいやしゃんし。もしかしたら縛られて一晩中長刑事の本堂に置いとかれるかも。ケンシロウ様、このタキちゃは黙っとったら誰もそんなことは知り合いしゃんし。タキちゃ、ケンシロウ様のケリアですけ。ケンシロウ様がやったじゃことの絶対やいやしゃんし。多分タキちゃは和尚さんに後ろ姿は見られとるけ捕まりまさ。じゃけど撃たれても踏まれてもケンシロウ様のことは絶対に死でも痛みに遭うんじゃけ。ただじゃ嫌でござんしよ。人の噂も七十五日言いますけ、今日から七十五日の間口止め料を頂戴しやんす。口止め料？わしは玉虫取って売ると一匹一銭になれんす。じゃけ初めは一銭、二日目は二銭、三日目はビャーの四銭。どうせ七十五日ですけ、ケンシロウ様にとっちゃどういうこともにゃーでしょ。おめえの言うとりにする。ケンシロウ様、お達者で。ユータか。じいちゃん、どこ行ってたの？わからん。なんやら道に迷うて、恐ろしい昔の夢を見とったようじゃ。俺はご隠居様。若さんなら先刻お返し申し上げました。そりゃ、かたじけない。こにゃーな、あれでらなんかに近づかれん方がよろしいかと。申し訳にゃ。おいで、そこいらで魚谷の太吉を見ませんでしたかの。ほらたこ、いや、太吉おりゃんしたか。ううん、おらなんだ。僕、見なんだよ、太吉のこと。ありゃ、若さん、ご隠居様のせいに隠れとりゃんしたか。そうですか。平者が逃げ出す後ろ姿間違おうの太吉じゃったんじゃがの。こうでさ、弥勒様の右手を壊して逃げ出すなんざ、ほらたこなつに決まっとるやんさ。お寺の大切な弥勒様を壊しやがって二日目あって駐在へ突き出してやらんしょう。粗末な話やの。ユータ、帰ろう。目つぶれ。息を止め。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら夢の中。巻き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 ましょう。
どけおったんな。きっと前に見た時にはおらなんだのに。ちょっとお散歩。おじいちゃんも一緒じゃった？うん。ああ、どうしていつも帽子を枕にして寝るんね。変な子じゃね。この帽子はね、あんたのパパが子供の頃かぶりおちゃったもんよ。ようこれをかぶっておじいちゃんとメダカすくいに行ったもんじゃ。おばあちゃん、うん、巻き巻き言うて何なの？巻き巻き、夢の巻き巻き。巻き巻き言うたらあんた糸巻きのことじゃろうに。まあ平じゃが夢の巻き巻きとはなんな。ねえおじいちゃん、さっき長刑事言ったこと覚えてる？言った。悪いが、わしは今あまり気分がようないんじゃ。変なこと思い出しての。よかった、今度は覚えているんだね。はじめは一銭じゃが、次の日が二銭、次がまた二百の四銭。やっぱりあの少年はおじいちゃんだったんだね。それで計算してみたら30日でなんと536万8709円12銭になり、翌日1073万7418円24銭にもなる。それで大井健四郎君は太吉がやったんだとほらたこさんに罪を着せたんだね。どうしてあん時何もかんも白状せらんだんか。不思議じゃの。今思うとわしは気が小さい臆病で卑怯な子じゃったんじゃの。太吉はの、自分の船を持って独立しとうて、それで金が欲しかったんじゃろう。じゃが雄太、どうしてそんなことを知っとるんじゃ。僕も見とったんよ。見とった？うん、ちゃんと見とった。その証拠に、ほら。なんじゃそりゃ。長刑事の弥勒様の小指。何？あの見つからなんだ小指か。うん、もしかして僕が持ってきちゃったからかな。ユタ、どっからこれを。だからちゃんと見とったって言ったでしょ。わしがおたまちゃんを死なせたんじゃ。おたまちゃんを？わしがこの小指を折ってしもうたからじゃ。小指を？罰が当たったんじゃ。秋まで生きる言うて約束してくれたおたまちゃんがあの夏かげろうのように消えてしもうた。小指は約束の印じゃけえの。おたまちゃんを死なせたんはわしじゃ。すると犯人はおじいちゃんじゃなかったかも。なんじゃと？僕がその小指を拾ったのはケンシロウ君が棒で弥勒様の右手を壊す前だったんだもの。ん？誰か先に小指を折った者がいるってこと。本当か？もういっぺん長刑事へ行って確かめてみようよ。雄太、どうしてそんなことができる。人生いうもんは訳はうちならやり直しができるけれども、
わしのように年を取ってしまうと、もうやり直しが効かんのじゃ。おじいちゃんならできるの。むちゃ言うもんじゃにゃ。僕の左手をしっかり握って、目つぶれ、息を止め、巻き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 ましょうって呪文を言って、えぞって言えばいいんだもの。ああ、さあやろうよ。目を開けると僕らは長刑事についているんだ。さあ空を飛んでいこうよ。ああ、よし、ユータを信じてやってみよう。目つぶれ、息を止め、巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら夢の中。巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら約束で。僕らは一緒に空を飛んだ。どこまでもどこまでも一緒に空を飛んだ。僕らは夏の日の真ん真ん中にいた。さあおじいちゃん。うん。おじいちゃん、小指輪持ってる？この通り、ここにある。ありゃ？どうしたわけじゃ？小指はついとるし、手首も折れた跡がにゃ。ん？
ね、おじいちゃん、弥勒様の右手を壊したのも小指をなくしたのもおじいちゃんではなかったんだよね。ああ、さあ、ケンシロウ様、はよはよ、うん、こっちでございます。ケンシロウ様、あっちから上がんなじゃ。階段上がんなじゃ。ほら、タコのガキ、どうするか見とれ。ダメだよ、おじいちゃん。誰とも口を聞いて。トゲマチ、気ぃつけて。ほら、ほら、タコさんが一生ひっついてきたりしたら、僕、嫌だよ。そうか、そうか。もうちょっと、もう帰ろうね。おじいちゃんだって言ったでしょ、やり直しは効かないんだって。でもおたまちゃんを死なしたのはおじいちゃんじゃなかった。本当のことが分かったんだから、これでいいことにしようよね。そういうことじゃな。そうしよう。おじいちゃん。なんじゃ。おたまちゃんって可愛い人だね。ユータ、わしだってなかなか可愛い少年じゃったな。うん。母や、あの自分は一生懸命生きとったもんじゃな。うん。目つぶれ、息を止め、巻き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 ましょう。巻き巻き巻いたら夢の中。どうするつもりなの？さて、どうしたもんかの。今さらこっそり出かけて行って、こっそりくっつけて戻ってくるわけにもいかんしの。うん。何が見える？おじいちゃんと小指。人間言ったらおかしなもんじゃの。目に見えるもんが見えんで、目に見えんもんが見えることがある。どうしてかの。ユータ、長刑事の三狩さんが気にしちゃったよ。こんにちは。はい。ええもんじゃね。こっちから向島見るのも。長刑事の雷さんきゃの。三狩です。三狩さんと雷じゃ大違いじゃの。でち、こんな別品の雷さんは、ほら。あたし別品なんだ。おじいちゃん、ええ加減にしてくだしゃ。三狩さんはユータんとこへ遊びに来んしゃったんですよ。さあさあ、三狩さんどうぞ。ユータ、ドライブに連れてったる。ドライブ？乗せたる。これに乗ってきたの？向島から？ほうよ、尾道大橋を渡ってね。まるで空を飛んでるみたいじゃったぞ。なに？ええ加減なこと言うちゃいかん。自転車が空を飛んでここまで来るきゃ。フェリーにだって乗れるぞ。自転車が海など渡れるはずがにゃ。どうして？自転車は泳げん系じゃ。
やっぱりボケとるぞ。ユータんとこのじいちゃんには気ぃつけろ言うて、ママの言うた通りじゃ。よし、じゃあわしに乗せてみ、その自転車。ええよ。どこいしょっと。バチが当たったんじゃ。バケツで。夢の巻き巻きに憧れよ。それでもおじいちゃんは本当にボケたんだとは僕はもう思わなかった。眠れ。ねえおじいちゃん、どうして海を泳いで渡らなくちゃいけないの？人間が海を忘れるからじゃ。じゃあ橋はいけないものなん？昔、向かい島に住むわしの教え子は夜中に病気になった。急いで船を仕立てて尾道の病院へ運ぼうとしたが間に合わんで死んでしもうた。ここに橋があったら自転車でさーっと運べてどんなにええじゃろうとみんなが思うた。じゃがの実際に橋がかかると便利じゃ便利じゃ言うてそういうことはすぐに忘れてしまう。橋にありがとういう気持ちを忘れんためにも元気な人間は泳がにゃいけん。さっきはごめんね。怖かった？うちのおじいちゃん。うん、スカッとした。叱られる言うて気持ちええね。大人がいろいろ教えてくれる言うて嬉しいね。うん。不思議な話ですけど、どう言うても70年以上昔のことですけ。へえ、そりゃほんまにどう言うてええんじゃろ。おめでとうございました。へ、わざわざどうも。へ、じゃごめんくだしゃ。おじいちゃん。ああ。不思議なことがあるもんですの。ああ。今日長刑事さんで三狩さんのブラス洗濯しよう思うたら胸のポケットからなんと弥勒様の小指が出てきたんじゃそうじゃ。おお。ほいでチコ法要して小指をお戻しするそうじゃけ。そん時はご案内申し上げますけ。おじいちゃんもユータも私も来てくだしゃと。そうか。じゃあわしはいい。じゃあもう泳ぐのも歩くのもくたびれたけ。そうですか。あなた。えかったですの。
いつやったの？手品もいいとこじゃ。いや、どっこいしょ。おじいちゃん。夢の巻巻に憧れよ美空へ、眠れ愛しごよ。おじいちゃんが倒れたのはその夜だった。ユータ。ん？おめえと、もう一度空を飛びたかったのは、メダカ宿女を救いに行きたかったのも。行けるよ、おじいちゃん。また一緒に空を飛ぼうよ。じゃがこの話はわしとおめやだけの秘密だぞ。それで雄太が今のわしみたいにじじいになったら孫に話してやれ。ええの？うん。おじいちゃん死ぬの？ああ、そのようじゃの。死ぬとどうなるの？さあの、わしもまだ死んだことがにゃんからの。じゃが、生きとった時のことならよう分かるぞ。うん。一生じゃった。おじいちゃんのおかんは橋を渡って運ばれていった。生きとるうちはあんなに意地を張っとったのに、死んじゃったらちゃんと橋のお世話になりんさったとおばあちゃんは笑っていったが、その顔はなんだか悲しそうだった。僕はふと、おじいちゃんはこの車には乗っていないんじゃないか、丘の中は空っぽなんじゃないかと思った。おじいちゃんのお葬式はもちろん長慶寺でやった。ものすごく大勢の人が来た。
かりさんも泣いてくれた。ありがたかったけど困った。それからまだ2週間、僕の夏休みは残っていた。僕はもうただぼんやりしていた。そして帰りゃ新幹線にすりゃええかったのに。ええよ、僕は海を見ながら帰るけ。なんやかんや言うてあんまり勉強もできなんだけど、おじいちゃんの喜んどる顔が見えるようじゃ。ゆうたと遊べたことありがとう言うとるわな。きっとおばあちゃんがわしを信じさえしたら一緒に空を飛べるののっておじいちゃん言うとった。おばあちゃんとは飛べんのよ。あ、はーい。今日は暇じゃけゆうたを見送ったる。ミカリさんとも仲良しになってもろうてね。来年の夏はおばあちゃん一人じゃけ、ゆうたもまた来てくれるかの。そうじゃ来いよ。もっともあたいは待っとるかどうかわからんけどな。うん。さあさあ、死んで思い出になったんよ。ゆうた。うん。泣くなよ。うん。元気でね。パパやママによろしゅうね。うん。秋になった。ば。やれやれ。あんたのボケた夏休みあってもちっとも変わってないね。ところで死ぬ間際におじいちゃんママに言ったんだって。香里さん、ユータのような考え深き栄光を生んでくれてありがとう。はい。それからパパにも言ったんだって。まさふ、はい、恋愛結婚は平凡じゃろうな。何か言ってた？おじいちゃんたちのこと。別に。そう、そういうことか。目が悪くなるぞ。お姉ちゃんも勉強だけじゃのって、たまには恋愛でもしたらどうじゃ。何バカ言ってんの。夏休みの間にあんたますますボケたんじゃないの。さーて勉強勉強、私にはボケっとしてる時間はないんだ。
でもあんたもせっかくのアルバイト、あんなに欲しがってた恐竜大図鑑やめて、なんだってそんなおかしな CD 買ってきたのさ。Good.
のあの日あの日